こんにちは、三蔵です。今回は優しさを身につける方法についてお話しします。皆さんは普段周りの人に優しく接することができていますか？優しく接していたいと思っていても忙しくてつい相手に冷たい対応をしてしまった。自分の余裕がなくてつい怒ってしまったりしませんか？自分に余裕がないとどうしても優しくできないことってありますよね。この優しさというのは宗教の観点ではとても大事にされてきているものです。地球上にはおよそ3000の宗教が存在するのですが、どの宗教も驚くほど似ている共通点があります。それは倫理についての考え方です。起源、時代、儀式、信仰対象など何もかも異なっている場合でも、ほとんどの宗教は同じような倫理原則を掲げているのです。自分に対してやってほしいことを他人にもしてあげるべきという指針や、良い行いには見返りがあり、悪い行いには罰を受けるといった教訓はその典型的な例です。多くの宗教が提唱する私たちの行動は報いをもたらすことには一向の価値があると考えています。また、宗教だけではなく、優しさとは重要なものであることが証明されているので、この動画では優しさは必要なのか、どのようにすれば優しさは身につけられるのかを徹底的に解説していきます。では、早速行きましょう。一般的に仕事で成功するのは冷酷で自己中心的な人であると言われていますが、最後に成功を手にするのは優しさを持つ人であり、それは生物学的にも示されています。人は多くの動物と同じように群れをなす生き物です。それゆえに自分の面倒を見るだけでなく、集団全体が生き延びるための行動を取らなければならないのです。つまり、個人の幸福と存続は集団の幸福に支えられているのです。社会に倫理が存在する理由もこのためです。共感力や倫理を持たず、利己的な考えをする人は、互いを殺し合って早々に命を落としてしまうか、敵から身を守ることができず、結果として絶滅してしまいます。突き止めて考えれば、優しさを示すことのできる人が最も生存の確率が高くなるというわけです。真の優しさを理解するためには、その反対である偽りの優しさを理解してもらうのが早いです。偽りの優しさは、例えば行動を起こさずに立場を明確にしないことは偽りの優しさです。他にも、誰かに自分が悩んでいることを相談しても賛成なのか反対なのかどっちつかずの人は偽りの優しさだと言えます。一方で、真の優しさには倫理が伴っているものです。一見無情に思えたり、非難を浴びるような行いであったりしても、長い目で見て相手に最善の利益をもたらすと思われる行為は、真の優しさから生まれた行為であると言えます。例えば、誰かが悲しい時にただ慰めるだけでなく、時には叱ったりと相手のことを思って行動を起こせる人は、真の優しさがあると私は捉えています。良い人であるためには行動することが最も重要です。どの人の人生も何千という他人の人生と関わり合って成り立っています。だからこそ、自分の行動が良い影響をもたらすと信じて、実際に行動に移すことが何よりも尊いのです。それが仲間や友人への思いやりに基づいた行動であれば、たとえ利己的な動機が含まれていても構わないのです。優しくあろうとすることは、もともと大きな負担を伴うものであるからです。それは取り組みがいのある挑戦でもあります。良い人にはなりたい、
優しくなりたいと思っているにもかかわらず、最善の行動が取れないこともあります。ここではその代表的な要因をまず一つご紹介します。それは時間や人、お金などの資源の不足が優しく振る舞えない大きな要因です。実際に資源が不足している極限状態で倫理的思考を保ち続けることは難しいです。例を挙げると、東アフリカのイク族という民族がいます。第二次大戦後に引かれた国境のせいで、イク族は山間の荒涼とした島に追いやられてしまいます。極貧生活を余儀なくされました。そのことで、共感や倫理という観念すら全て失ってしまい、他人の苦しみを喜ぶ傾向すら見せるようになったと言います。これは私たちの日常にも言えることだと思います。例えばですが、貯金があまり多くない中で毎日どう生活していくかを考えるときって余裕がなくなりますよね。あの状態が優しくなれなくなってしまう要因なのです。優しくなれない要因の2つ目になるのですが、人間がもともと内なる攻撃性を持っていることが挙げられます。有名な心理学の実験にスタンフォード監獄実験というのがあります。精神的に安定した20名を囚人役と監視役に分けて、どういう振る舞いを見せるのか観察を行ったところ、監視役が囚人役に暴力を振る姿がいくつも確認されました。しかも時間が経過するにつれて暴力はエスカレートしていったそうです。この実験はたとえ普通の人であっても特別な状況下であれば攻撃的になるということを証明しているのです。人間の攻撃性は進化の過程で綿々と受け継がれてきた資質であり、私たちが種として生き延びた理由の一つです。しかし、このように攻撃性は個人にとっても集団にとっても有害なものになりうります。優しくなるためには、自分の行動要因を正しく理解することです。自分がなぜその行動をとってしまうのかを理解することで、意識的に判断を下せるようになります。その際、問題を解決しようと心の底から願うことが最も重要です。本気で自分の行動を変えるだけで、大抵のことはうまくいきます。そのためには、どうなりたいかを具体的に解像度、いわゆるビジョンを鮮明に高くイメージしておくことが必要です。一方で、ビジョンが不鮮明だと、挫折します。日常の趣味で例えると、英語で喋れるようになりたい、ダイエットしてスリムになりたいのようなものです。こういった願望はあるけども、失敗してきた例もこれまでたくさん見てきました。また注意してもらいたいことの一つとして、高収入を求めることです。成功という言葉の意味は人によっては様々で、自分の考える成功を手に入れるためにはどうすればよいのか、人は日々考えています。アメリカでの調査結果によれば、自分の設定した目標を達成したからといって満足するとは限らないという研究結果も出ています。財力こそ人生の目標と考えている人は少なくないと思います。事実として、その調査では7割の学生が財力を得ることが成功だと捉えていました。しかし、実際に高額の宝くじに当選した人の人生の満足度を調べてみると、当選から1年も過ぎれば当選しなかった人とほぼ変わらなくなったと言います。また、41カ国を対象にした別の調査では、お金に高い価値を置いている人ほど幸せを感じていないということも判明しています。逆に、愛を重視している人ほど幸福度が高かったとのことです。こうした研究が示しているように、物質的な充足よりも他者とのいい関係を構築する方が成功の実感に結びつくのです。はい、いかがでしたか？
優しさを身につける方法についてお話ししました。きっと生きる上で悩みは尽きないでしょう。そんな時、悩んで自分で勉強してください。それでもどうしようもない時は私に知らせてください。私は解決方法を知っています。いつでもどこでもどんな時でも知らせてください。これからも宗教や葬儀などをはじめとした人生の在り方を短く分かりやすく解説していきます。三蔵を応援したい、より手短な情報を収集したいという方はぜひチャンネル登録と評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。